フレッシュ、身よすべてが新しくなる。フッフー。フレッシュ、その言葉が未来を変えていく。ラブ、暖かな真夏なしに包まれて。ラブ、この旅を続けよう。フレッシュ、身よすべてが新しくなる。フッフー。はい。 おはようございます。チューリップリンセスです。今日はサルーキーのフレッシュお届けしました。こちらの私がフレッシュを歌ったえ王子生誕祭のあの模様をですね、ライブを あのいよいよね昨日かなあの王子がアップしてくれました編集をしてねであの王子がねなんか別撮りで自分がフレッシュダンスをなんか踊ったのを撮っててそれをねなんかすっごいちっちゃい枠なんですけれどもあの私が歌ってる右下の方にですねあのちょっとあの最後の方になんか入れてました <laughs> なんか王子はあのなんかねダンスが意外にあの あの、そね好きなんですね。<laughs> なんかこう、ちょっと可愛い感じっていうか、あの、ねたど、ちょっとたどたどしい感じもあるんですけれども、でもすごいあの、楽しそうに踊るんですね。あの、フレッシュダンスがすごい好きでね。で、あの、あれをもう何年も結構、もう母がいた時で、母とね三人で練習したのかななんか、で、母がなんか私当時が踊るのを見て、なんかすごい笑ってたんですけれども。<laughs> <laughs> そうなんかねあれをね練習したんですね王子と一緒にで私ももうちょっとあの忘れがちなんですけれどもそれをなんか意外に王子が覚えておりましてね私が「フレッシュ」を歌ったらなんか踊りだしたんですねでそれでなんか挙句の果てにあのなんか自分だけなんか踊ってるのを別でなんか <laughs> い,いつの間にかなんか撮っててでそれでなんかちょっとあのー、ね 少し、ね、あの小さい枠にして、ね、流そうかなっていう風に言っててでなんかそれがどうやら、ね、あのそのようにあの顔にもイクを何とかかけましてできたようなのでね,あの <laughs> ねちょっとすごいちっちゃいんですけどもねでも可愛いのでねあの見てあげてください王子が一生懸命、ね、あの自分のフレッシュダンスまで入れて、ね、編集した。 あの王子生誕祭のライブフレッシュですねあれ本当にあに王子頑張ったのでねあの見てあげてくださいお願いします私もあの、ね、楽しくあの歌っておりましてとってもいい曲なのでね皆さん聴いてくださいでなんか王子があのまたねあのなんかねタイガーマスクのお面かなんかを買ってかぶり物みたいなのを買って、ね、顔をこうすっぽり隠しまして それでなんかまた踊るっていうのを考えてる <laughs> のでね、今度あのお面をね、お面か仮面かかぶり物か何かをね、あ、もうハロウィンだしいいかもしれないですね。それをなんかあの、また買いに行こうねって言ってるんですね。で、それをかぶって、そしたらそのいろいろ動いてもね、あの顔が見えないしっていうので、 あのそれでまたあのフレッシュダンスを踊るっていうのをあのね言ってたしあの一緒にあの盛り上がってたんですねその話をして <laughs>。なのでまたちょっといいお面がねあの仮面が見つかりましたらねあの王子にこれをかぶってもらってあのそれであのまたフレッシュダンスももうちょっとね練習してもらって。 あのやりたいなっていうそういう企画も考えておりますのでお楽しみになんかここまでですごいごめんねもう4分経過して本当に申し訳ありませんでは私の美食場ご飯参りましょうあ桃田王子の話なんですけどこれ王子がこれ昨日作ったさつまいもの,あの冷製スープですね王子はさつまいものビシソワーズって言ってたんですけどねビシソワーズってでもじゃがいものスープ だからさつまいものビッシュソワーズっていうのはちょっと厳密にないかもしれないというかね誤用というかあの間違ってるかもしれないんですけれども、まあ、ビッシュソワーズ風のえさつまいもの,あの冷製スープですねその、まあ、じゃがいもの部分をさつまいもに変えたっていうこれがね本当にねミラクル起きましためちゃくちゃ美味しくって私ももう数々の,あのフレンチレストラン ね、今まで最近あのねやっぱ健康とかに気をつけていろいろあんまりあの、ね、グルテンフリーとかもしちゃってるのでそういうとこもあんまり行ってないんですけれども、まあ、今まで結構母とも数々のレストランに来ましたし、まあ、王子とのデートでも行きましたし、まあ、その前のね <laughs> デートでもいろいろね連れて行ってもらいましたのであの結構いろいろ私も食べてる方だとは思うんですね。 ススープとか冷スーププととかか冷製フレンチとかねでもねこれ一番美味しかったです <laughs> あの前にビシソワージュを王子が作りましてそれがすっごい美味しくってそれをあのでも猛暑で一日で腐らせて本当にあの嘆き悲しんでいたっていうあの私の秘宝っていうねあのラジオでも言っちゃったぐらいの悲しいビシソワージュ事件ありましたよね覚えてくださってます ね、昔から見てくださった方は知ってると思うんですけどもあれ超えましたねだからあのビッソワーズが私忘れられなくてねあのでもなかなか再現できなかったんですけれどもでもビッソワーズではないんですけどもねでもこのさつまいものね冷製ポタージュ冷製スープがあの,あのビッソワーズ超えましたね美味しかったなんかすっごい奥深い味でなんていうのかなあのいわゆる本当に。 あの匠の味みたいな感じで <laughs> なんかねほんと高級料亭の,あのすり流しスープみたいな感じがしましたなんかフレンチともちょっと違って和のテイストもあるっていうのかななんとなくなんかすごい奥深い慈悲深い複雑なあのすごいいいお味であのー、なんかねすり流しスープみたいなね、うん、料亭の本当にすり流しスープ干しつきとかの なんかそんな感じの,あのどこにもないようなすごい私にとってはなんですけどもねでもそのレシピは別にその何かを特別に入れてるってわけじゃないんですけれどもなんかねビオマルシェのさつまいもがあのちょうど届いたばっかりだったんですねあの無農薬のなのでね多分原料も良かったんだと思うんですけどもそういう無農薬の美味しいねあのさつまいもとあと玉ねぎもね やっぱり宅配サービスの,あのいいのだったからかもしれないんですけどすごいそれもあの効いてて美味しくってあとなんかホワイトペッパーとあの塩ちま回すかなも入れたしあとまあ洋風ブイヨンっていうのがあるんですね第一宅配のあれを使いましてあともう豆乳ですねオーガニックの無調整豆乳原料って言ったらそれぐらいだと思うんですけどもなんかねすっごい私これ本当に 美味しくって、ね、なんか和洋折衷みたいな味でねなんか和もあってなんかとにかくね上品なんですね味があの全然なんかこう平べったい単調な味じゃなくってなんかふうっても心の奥に染み込むような美味しくってね上品ななんか高クオリティな味がしましたねなので私いろんなスープ食べたけど今までのいろんなねどこの星付きのレストランとかのスープより これが私美味しかったです。<laughs> なので王子に「天才天才」って言って「天才シェフだ!」って言ってあのすっごいあのき昨日祭り上げました王子を。でも本当に思ったからね本当のことしか言わないんだけどもうすごいまたもう褒め倒しました祭り上げました。だから王子もすごい喜んでねで王子は私がやっぱり一人でカラオケライブに行ってる間に作っていたのであのー、なんか 動画をやっぱりね撮ってたみたいです王子キッチンに備えてねなので王子キッチン第3弾ねあのこれになります多分これですねさつまいもの冷製スープでもまあレシピとしてはそこまで何て言うのかなすごいあの何かを変わったものを入れてるとかっていうことじゃないので多分原料がいいのと何だろうねやっぱ王子の魔法でしかねわかんないんですけどね なんかとにかくすごいあの食べたことがないような私にとってはね感じのなんかすごい美味しい感動ありましたそんな濃いとか甘すぎないんですねしかも甘すぎなくってあの全然そんな濃い味とかでもないのに美味しいっていう奥深い味で本当に絶賛してすみませんけれどもね 本当王子頑張ってくれました。これは本当に心の底から美味しかったです。はい、すみません。でこちら私私が作りましたキャベツですね。キャベツとひき肉のそぼろにですねお得意の煮物作りました。キャベツがねたくさん余っておりましたし、なんかどんどんキャベツが届きましてね。でキャベツとあと第一宅配の鶏そぼろ鶏えっと胸肉なのでね脂肪分もないです。 第一宅配の冷凍のマホロバっていうのの取引、えー、肉ですね。それをもうとにかく煮ました。でも三河のみりんがちょっとしかなかったんですね。なのでね、なんかアップルビネガー、熟成アップルビネガーっていうのがあったので、それで私代用しちゃいました。なんか前ね、オーガニックアガペシロップかなんかと間違えて、 その熟成アップルビネガーをこう炒め物かなんかに使っちゃった時があったんですね煮物かなんかにでも意外にあのいけて美味しかったんですねそこまでそんな酸っぱくもならないしやっぱりそのもうリンゴスシロップみたいな感じなのでなんか意外にこの甘みとかみりんの代用になったんですねなので入れてみましたそれともう勇気のお醤油とあのねちょっとあのいい料理酒ですねお酒安全な料理酒ですね ネかななんかあるんですけれどもね私がたまにあの紹介してたかもしれないんですけどそれとでね煮ましたそぼろ煮です、ね、これ美味しいと思いますもうキャベツはとにかくもうバンバン食べようと思っていますでまあこれが薄塩のね梅干しですねあねほんと梅干し食べてたらコロナにならないっていうコメントをいただきましたね本当にあの全員あのねご家族コロナになってないっていう あのやっぱ梅干しをね召し上がってるっていうあや,やっぱそうかと思ってねすごいねお見事ですねさすがですねなので私もやっぱり梅干し結構頻繁に食べてるのでやっぱ殺菌効果とかも高いのでねやっぱりなんかだから2人ともコロナ本当に王子もね決してあの丈夫じゃないんですねそんな体あのねどちらかっていうとその強い方じゃないはずなんですけども2人ともね でもね、2人とも本当にコロナに関わってないんですね。なのでね、梅干しを結構日頃から食べてるからっていうのもあるかもしれないですね。あで、これ、のりたまがふりかけ、一応紹介しようと思って、オイシックスでとか大地とかで多分売ってるんですけれども、あの無添加の,あの割とこうま、まあ良さそうなのりたまご、のりたまですね、あのー。そんなに悪いものがこう比較的多分入ってないような。 貴重なのり玉ですね。なんかね。普通ののり玉も本当にあの全然お味的には美味しいと思うんです。けれども、やっぱりちょっとね。あの色々あの添加物が少し私の場合は気になりますので、このようなあの無添加のふりかけを買っています。こちら側のよくご紹介しております。わかめですね。板わかめのふりかけ100%板わかめふりかけです。これも少し乗せてみました。 でこちらが大豆丸ごと、えー、大豆丸ごと豆腐かなおいしクすかな確か、うん。なんかこれがあの2つパックになってで、ね、も王子は本当豆腐が好きなので、しょっちゅうなんか豆腐があると食べちゃうんですね、冷ややっこにして。<laughs> なのでもう、あのこれ2つで1つあったから、これはちょっと食べないでねって言って、私も食べたいからって言って、あの置いといてもらったんですけどもね、で他のお豆腐を食べてもらったんですけど、 でも、どんどんお豆腐がどんどんなくなるんですね、冷蔵庫から。うちが冷ややっこ食べたがるから。で、これで私も食べたくなって、あの今日こちらにねあの、添えてありますのが、金印の冷凍すりおろし生姜でね、これやっぱすりおろし生姜作るのも大変なので、これも本当にすりおろしたのがほぼそで冷凍になってるんですね。オイスティックスとか大地とかで買えると思うんですけど、これをあの,のせまして、 でオイシックスの小包装のかつお節があるんですね。美味しいこ、細かなで。それをかけまして、だい,たいあの2、3回ぐらい冷ややっこで使えるぐらいな量の小包装になってるのがありますので、それをかけていただきたいかなって思います。もうね、こんな形なので、なんかあのもうスプーンですくって食べようと思ってね、あの容器、容器ごと入れちゃいました。ね。<laughs> もううまく取り出せるかもわかんなかったしね。 こんな感じの私の私ご飯です、ね、昨日ん,なんか3日連続 <laughs> 私ねライブやっちゃってもう本当にねもういいよってねあの思われちゃってるかもしれないんですけどもあの本当に3連休ずっとライブ頑張ってね3夜連続3日連続やりましたね皆さん多分もう全然 あの全部見切れてないしついてこれてないと思うんですけれども、まあ、全部見てくれてる人がいたら本当嬉しいですしすごいですねなんですけれども、まあ、リクエストとかにお答えしつつ3日連続3連休ずっと本当やってましたなので今日さすがにもうちょっと今日はねやめとこうかなと思って <laughs> あのちょっとゆっくりねしていますねであともうね本当にあと300人 あの登録者様ね達成してね本当にありがとうございますなんかまたちょっと増えてくださってねあの嬉しいなって思っていますうん何か私全然でもライブ自体は苦にならないんですねやっぱり好きだからあ生き生きするっていうかやっぱ全然やってったらむしろ元気になるっていう感じなんですねでもその後の事務作業の方がしんどくってそれをこう あのいろいろハッシュタグとかをつけてアップしてる、まあ、つけなくてもいいのかもだけどやっぱりねあのつけた方があの見てくださる方がね増えるかもしれないって思って頑張ってあのそのつけてるんですけどもなのでそのアップする作業がねちょっといろいろね大変ですねあーコ,コピペとかした方がいいのかなわかんない私あんまりアナログ人間でね いいちいち,いち,いち文字でで打ったりしてるんですねだから本当に疲れちゃってそのアップする作業が疲れるぐらいでねいろいろ事務作業の方が疲れちゃうんですねでもねライブをやってる間はねそんな疲れなくって楽しいんですね全然あれやること自体は私本当に苦じゃなくってねやっぱ好きなんでしょうね <laughs> なのでねまあ皆さんもね私がもうあまりにあのライブ三昧で呆れてるかもしれないんですけれどもね まあね、あの温かく見守って、ね、楽しんでもらえたらなっていう風に思います。でいろいろ本当にねいつも嬉しいコメント本当にありがとうございます。ね、この年になってね、まあ、このね小さなあの YouTube のこの私のチャンネルの中でなんですけども、ね、なんかアイドルみたいな <laughs>、ね、もどきみたいなことをさせていただいてなんか、ね、あの皆さんから優しいコメント ね、あのいただけて本当にあのねファンになってくださる方もできて本当にあのとっても嬉しく光栄に思っていますね私ね頑張りますね43歳なんだけど <laughs> まあでもね気持ちは全然まだまだ若いつもりでおりますのでうんよかったらね応援していただけるととっても嬉しいなって思いますでまあ今日の美食女ご飯だとこちらの あのね、豆乳がこれベースなのでもタンパク質も取れますしこちらひき肉でタンパク質も取れますし、えっと、キャベツで、ね、食物繊維取れてもキャベツはすごく体にいいので、ね、胃腸にもいいですでも梅干しで、ね、あのウイルス対策、ね、風邪対策、ね、体をアルカリに、ね、還元するっていう、ね、若返り作用でわかめで、ね、髪も美髪 って感じです、ね、あとまあお豆腐これ黒ごまもかけちゃおっかな <laughs> っていう感じのね大豆イソフラボンかな、うん、こんな感じのまあ私のお食事でやっぱりのほとんど油はね使ってないんですねオリーブオイルでね最初にあのひき肉とキャベツを軽く炒めてはいるんですけれどもすごいあの全然いいオリーブオイルでねなのでもうそれくらいで あのー、そうですね他の植物油も使ってないですしあのお肉も胸肉なのでほとんど脂質がないですしでしっかり高タンパク低脂質の、ね、お食事っていう感じでこういうのを、ね、いつも、まあ、アンチエイジングと、ね、アトピー改善と健康のために健康美容のために食べているような感じですねうん <laughs> まあこんな私の自然な感じでやっております美食女チャンネルね あのね皆さん本当に優しくてね気が長い方でね嬉しいです、ね。たまになんか変なコメントも、ね、だんだん人数が増えるごとに、ね、たまには、ね、あって思う時もあるんですけど、まあ、即刻その場合は本当に YouTube に報告して多分報告したらね自動的にコメントが消えて多分自動的にその人もブロックになるのかなっていう感じなので、まあ、そんな感じでね もうねちょいちょい雑草を抜きながら <laughs> 頑張っていますね。でもう本当にあのねみんな優しいね心の綺麗な方だけにしていきたいなというか <laughs>、ね、あったかい場所にしていきたいなっていうふうに思っています、ね。アンチコメントが来るために森高の「見て」を歌うんですけれども。 あのそれ言ったら王子爆笑してましたね。で昨日もねなんか「旦那さんかわいそう」っていうコメントが来てはあって思ったんですけど私が一人であの休日に王子を置いてカラオケに行ってるって思ったみたいでねいやでも私は本当は王子と出かけたいんですねだから私の方がかわいそうなんですけど本当はだけど王子はやっぱり土曜も仕事でくたくただしもう疲れてるんですねでやっぱり。 あの私当時っていうのは結構四六時中すごい一緒にいたいってわけでもないっていうか仲はすごくいいんですけれどもお互いやっぱりね個々の時間も大事にしててあの一人の時間がないとやっぱりすごい疲れちゃいますよねその気持ちもすっごいわかるのでだから私わざと一人で出かけて一人でカラオケライブやって。 王子をこうう人にさせててあげるっだから王子がこれ作りたかったら作ればいいし、うん、っていう時間をわざと作ってるっていう感じなのであのかわいそうっていうのは本当と飛んだ勘違いでで王子も全然かわいそうじゃないよって言ってねはーって言ってたんですけどね <laughs> はい <laughs> そんな感じでだから私のでもずっとちゃんと見てたらねそんなコメントも、ね、しないはずなのでね あのちゃんと私見てまだまだダメよ観察足りないからってねまた見てを歌おうかななんて思っていますねまあでもそういう、ね、人には別に、まあ、見てもらいたくもないので全然どっちでもいいんですけれどもねはいそんな感じでまあ,あの私も寂しいながらね一人の時間が圧倒的に多いのででもこうやってあの皆さんとあの交流させていただいたりとか人からライブやらせていただいたりとかしてなんとかね あのやっているっていう感じです。なのでこれからもどうぞ可愛がってください。よろしくお願いいたします。チューリッププリンセスでした。今日も明るく楽しく麗しく美しくで参りましょう。have a nice day。